ピクロスだってさ。おピクロスってご存知？知らないです。俺もよくわかんない正直何も知らないです。何も知らないんだよね。まあこれをちょっとやっていこうということで、12月の2日に配信されたそうなんですが、こちらポケモンピクロス、お、まあ、ポケモン好きの Y 君なら楽しめるかなと思ってちょっと提案してやってみました。どうもミツです。はい、です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やってみましょう。なんか数字のなんかパズルみたいな感じでやっていった覚えがあるんですが、まあパズルですよね。まあ要はね、ポケモンピクルス、ピクロス、ピクルスじゃないへえ。画面をタッチしてください。はい、残念ながら不思議だにはいなかったね。まあそうだね、残念だね。ポケモンピクロスの世界へようこそ。私テトラ。どうもテトラさん。テトラさん、ピクロスとポケモンについて研究してるんだよ。よろしく。よろしくお願いします。しょっす。この世界ではね、ピクロスっていうパズルを解いてポケモンをゲットすることができるのすごいでしょう。へえ。モンスターボール使わないんだろうね。わあ、楽しみだね。頑張っていっぱいポケモン集めていこう。えい、善は急げ。早速ポケモン探しの旅にレッツゴーだよ。あれ、ピクロス知らないの？おお、大丈夫。私がテイナイーに、テイナイーに教えてあげるから。そこ伸ばすんすか？まずは1問目に行ってみよう。はい、行きます。我々がね、ピクロスを知らないということを、うん、前提としてやってくれるわけ。実によく分かっていらっしゃるね、うん、テトラさん、ね、さすがですよ、うん、これ完全に子供向けなんだろうな。まあ子供ですから我々、ね、まあね、オッケー子供向けですから。でこれどうすればいいの？これあ、タッチしてください。はいはい、あ、来た来た。いらっしゃっせー。いらっしゃいませー。店員かまずはピクロスの操作方法を選んでね。よくわかんないって人はペン操作が、はい、ん？キー、ペンの方がいいだろうな、ちょっと、うん、準備 OK っす。それではピクロスの説明を始めます。ピクロスっていうのは並んだ数字を手がかりにマスを塗ってイラストを完成させるパズル。はあ、お絵かきパズル。うん、その数字がその列のマスをいくつ塗れるのかを表してるヒント数字。縦とこの横についてるやつ。ああ、そういうこと。はあ、例えばここの5という数字、下のやつだね。数字はこの列に横に連続して5マス塗れるってこと。 1,2,3,4。 ああ、はいはいはい。縦についても同じで、例えばここだったら3マス塗って1マス塗る。ん？3マス塗って1マス塗る。3,1,3,1,3,1 ってこと。ああ、そういうことか。じゃあ左のやつだったら 2,1,2,1,2,1 ってことか。ん？わかんない。おじさんたちの脳じゃわかんねえぞ。聞いてばっかじゃ眠くなっちゃうよね。元から眠いけどね。まずはここを塗ってみよう。あ、説明が出てんだね。塗ってみよう。あれ？あれ？だから塗るっつってん。え？お姉さんわかんない。先生。お姉さんわかんない。お姉さんわかんない。先生、ミツくんが塗れないみたいですええ、これ、え、タッチしても何でもなんないんだけど。ん？塗るんだよ。あ、これか。これを押して。あ、そういうこと。あ、そういうことか。はぁ、あ、はぁはぁ、バカにされてるな上手ー、ありがとう。じゃあね、次はここを塗ってみようか。はぁ、あ、数字と数字の間を開けるのか。あ、そういうこと。あ、連続してるから2なのか。で、や、あ、これやってで、こういうことか。うおー、あー、なるほどね。すっごい、バッチリ。すごいな、小学校1年生になった気分だ。注目。ここなんだけど、真ん中の空いたところをもし塗ったらどうなっちゃうと思う？どうなると思う？大変なことが起こる。大変なことが起こるよな。パンドラの箱が開かれた時には、なんかあれ、ね、すごいことが。すごいことが起こるんだろうな、きっと。テトラさんがマジ切れしちゃうね。何やっとんじゃ、俺てめえ、何塗ってんだ、俺みたいな。そうだよね。まっすぐくっついちゃって、数字の通りに塗れなくなっちゃうよね。うん、こうやって絶対塗っちゃダメなマスには×をつけておこうね。あ、なるほどね。あ、このね、はあはあはあ、分かった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 。はい、ちょっと先生怒らしてみたいよね。うん、なんかねバッチリ。ピクロスのコツは×をつけること。はあ、覚えとけってさ。次のステップ、この列縦、ほらさっきを×をつけたがもう役に立つ。はいはい、あ、だからもうここは縦に塗る必要がないから 1,2,2 になるのか。じゃあさっきつけた×のおかげで上のにはぴったり入るよね。で、え、ん？あ、2ってそういうことか。1、2ってことか。さっき塗ったのも含めてね。
やっぱ2位、バツの力ってすげえ。すげえ。この列の下の方はまだどうなるかわからないよね。他のところ見てみようか。え、1位が来るんじゃないの。あ、下のハテナどっちに来るかわかんないってことこれ。そうみたいだね。ああ、なるほど。この2つの列はバッチリ塗れそうだよね。塗って開けて塗る。はあ、間のバツまで全部やっちゃおう。急にそんなこと言われても、どこ塗れってどこ塗れってあ、横の話だったね今。怒られた。え、この縦の列はバッチリ塗れそうだよね。塗って開けて塗る。3、あ、そうか、もう3縦3塗ってるからこっちってこと。こういうこと。あ、だからバツ作るってこと。こういうこと。あれ、俺ちょっとついていけてないぞ。もうかなり絵ができてきたね。え、なにこれ、何の絵次はこの列どれ、一番下。ヒント数字は3だけということはどうすればいいか。バツも、えっ、ちょ先生ついていけてないんだけど俺。ええ、ちょっと待って。え、まあわかるよねって。わかるよねって。あの我々で分かってないんです。分かってるこれ。俺分かってないんだけど。俺だけ 3? え、だって今この青線のとこ塗ればいいんでしょ。え、どういうこと。だってもう2つ塗ってるわけじゃない。あ、そっか、縦のさ、これが1だからここに合わせて塗れってことか。3131、まあ、だから必然的にここしか入んないよね。あ、はあ、ここまで来たらあと一息、あとは自由に絵を完成させてください。え、自由に、自由にって言われると一番困るんだけどな。え、少なくともさ、一番上の行はさもうないよね。これ×だよね。うん、こうでしょ。で、下から2番目のやつで、あ、もうこれじゃん、こうじゃん。何これ、イエーイ。これ何、ちょっと無理やりすぎね。うん、まあそうだねちょっと4分もかかっちゃった。ああ、わーい、おめでとう、見事正解。これはご褒美。お姉さんからのご褒美ってなんだ。なんだなんだなんだ。ピクロイトを取得しました。30個なんですかこれは。ピクロイトといってね、不思議な力を持ったとっても珍しい石。もう大吾さんが喜びそうだな。そうだね、ね、綺麗でしょ。ピクロイトを使うといろんなことができるの。お姉さんっていろんなことができるのかい。ポケモン探しのために、ね、絶対乱用しちゃいますよ。役に立ってくれるなら、たくさん集めてどんどん使ってね。ピクロスは勘に頼らなくてもちゃんと考えれば必ず解ける。バレたか。先に進めなくなった時でもよく見れば必ず糸口が見つかるよ。こういうね、謎解き系はね、ダメよやらしちゃ。この調子で次の問題行ってみよう。はい、お、選手交代、回ってきた。うん、さあ、さあ行くぜ。また来た。第2問目スタートー次は超お得なテクニックを説明するね。名付けて端っこパワー。なんだ端っこパワーなんだそりゃ、なんだそりゃなんのパワーだ。まずこの5の列、一番下か、あ、はい、目をつけてもわかる。はい、あ、もう全部塗りんでしょそれ、まあ、これはね、はい、これはね、まあいいよ、いい感じ。あ、見て見て、どこ見んの。今塗ったところを縦から見ると下の端が全部塗られたことになるよね。これってすっごいビッグチャンスなの。オセロ的な。例えばこの列、一番下の塗られたマスはヒント数字の2と対応したマスってことになるよね。そうだね。そうなの。ということはまだ塗れるマスがあるよね。もう分かったよね。じゃあ塗ってみてね。なんかあれだよね。この先生さ、たまに突き放してくれる。何これ。もう分かったよね。もう分かったよねみたいなさ。ええみたいな。え？まあいいや、まあいいや、やりましょう。はい。はい。まずここがそうでしょ。なんで分かったの。え、 2だから、2だからこれはそうでしょ。あ、連続してるからってことね。そうそうそう。で、1は分かんない。で、1はこれさ、1分かんなくね。これはどうなの、これでいいのかな。そこはちょっと待ってねとか言われてあんたがやれって言うから今やるとしたんじゃん。あ、2だけやれてたのか、この。あ、そういうことか、そういうことか。あ、すいません。先生ごめんなさい、許して。ごめんなさい。はい、これ先生苦労するわ。じゃあ他の列はどうなってるのかなって思ったでしょ。バレた、バレたか、バレた、おー、バレた。
そうなの、縦の列が全部同じように一番下のヒント数字が濡れるってことなの。あーそういうことか、もう連続してるから他の数字が全部濡れるよねってことね。はい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 、ささ全部塗っちゃおう、バツも忘れずにね。今青色で記された。ちょっと待ってね、ちょっと待ってねって。だってここがバツでしょ。そこも下3つバツでしょ。1、2、2。でここが1だからこれもこうでしょ。うん、そこもそこもで、そこが濡れる。これがこうなるでしょ。でそこが濡れると。うん、ほら塗りとバツのマスがたくさん増えたね。端っこパワーすごいでしょ。パワーでしょ。パワー。ここまで来たらもう大丈夫。あとは君の力で問題を完成させてね。最初からやらせてほしかったの。はい、わかりました。まああれだろうね、今のはこれはこうでしょ。ああどんどん進めるね。でなんだなんだ、3だから、1、2、3、もう横もいけんじゃない。3だから、横のさこの真ん中いけんじゃない、一番上の1、2か、そうだね、うん、でその上2、1だからここか。終わってきた。これ何、何これ、傷薬って俺ポケモンカードでしか見たことないんだけど。そうだね、すごいすごい、見事正解だね。今回もご褒美にピクロイドをプレゼント、大事に取っといてね。はあ、これで60個目か。さあ次の問題にもレッツチャレンジだよ。はい、あれこの人の名前なんだっけ、テトラだっけ、テトラさん、テトラ先生、テトラ先生、テトラ先生たまに厳しいな。そう、たまにあのにこやかに突き放してくるで先に問題解こうとするとダメ、待ってなさい。そう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 、うん、何のやつか。基本これタッチしないとダメなんだね。それでは3問目スタート。ここからは問題のサイズが増えすぎじゃね、ちょっとなんか急に難易度上がったね。難易度急に上げすぎだろこれ。まあ、でも端っこパワーが使えるから端っこパワーを使えばいいんだね。大きくなった分面白さもアップするから頑張っていこう。覚えたことを生かせば大丈夫だよ。さてさて、まずは盤面全体をチェック。ゲームがスタートしたら最初はどこから手をつけていくのかじっくり探すんだよ。ほう、10の列もあるけどその前に知っておいてほしいことがある。だからまずはこの列に注目。ちょっとこれ下画面大きくした方がいいかな。あ、そうかもしれないね。うん、ちょっと待ってくださいね。またしたなってことで、なんだ、順の列もあるんだけどその前に知っておいてほしいことがある。まずはこの列に注目だよ。2122、うん、っていうかもうこのさ上のこの10がさもう全部濡れるんじゃない。そうだねもっと言うとあの真ん中に0があるから、真ん中に、ああじゃあそこは全部バツなんだろうね。で一番右も10があるからもう嫌な生徒、嫌な生徒だな端っこパワーと端っこパワーを使えるんですよね、先生と、あと真ん中パワーが使えるんですよね、先生。もうね、もうバッチリだね。バッチリだね。やらせろ。なんだ？小さな数字ばかり だけど、よく見て、横10マスに綺麗に収まってるよね。あー確かにすげえすげえ。こんな風に小さいヒント数字ばかりの列でも、塗ってみたら10マスぴったりに収まることがあるんだよ。2122になるのね。諦めずによく探してね。じゃあ早速この列を塗ってみて。その列だけでいいんですか？一応パーツもつけとけってこと？イエーイ、イエーイ。ここでクイズです。端っこ端っこ、小さいヒント数字ばかりなんだけど塗ってみるとぴったり10マスになる列がもう一つあるんだよ。ああ、さてどの列でしょうか。ぴったり10あの答える前にもう正解を言ってしまったんですがまあそこかなと思ったけど、そこかなと思ったけど、え、1じゃない、バスじゃないの。あ、バスになったのか、ごめんなさい、ごめんなさいね、早とちりです。で、トイトイトイ、はい、次は簡単な、あ、もう、はいはいはい、で、ここが全部、あ、これ、いちいち押さなきゃいけないんだ、こうやってやってって、で、あとこれが全部バスでしょ。これ何、はい、終了。あー、わかると面白いね。じゃあ次はこの列を見てね。両端の1マスはヒント数字が1、うん、あー1だからどちらも隣はバツで決まりだね。1、あーそういうことか、はいはいはい、早速バツをつけてみてね。はい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 、あ、よいしょ、はいはい、はあ、これ
子供わかんのかね。ゼロの列に結構頭使うよね。結構頭使うよねこれ。ゼロの列にバツをつけたおかげでこの列の左側にちょうど2マス塗れる隙間ができるよね。できるね。右の隙間に 2が2つも入るはずないから、左の隙間の塗り方は決まりだよね。塗ってみよう。はい、はい、でこの3マスは他のも考えてってことか。ここまで来たらあとは大丈夫だ。出た突き放した、突き放した。あとは大丈夫だね。端っこパワーを思い出して君の手で完成させちゃおう。おお、全くもってなんか分かんないねこれ。なんだこれ、何ができるんだろうね。何ができるんだろうねこれ。ちょっと考えてみる。全然分かんないんだけど、さっきの傷薬がもう難かったからね。じゃあとりあえず分かるものっていうと、まずこの下の3よいしょ、ま、えあそうか、塗ってるかな。でこれ×になるでしょ。で、まあ、3-3だから、3-3だから多分どっちかに来るんだろうな。右側の2つが塗れるんじゃないの。あ、そうか、ここか。で、トン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 で、一番下はこういうことか、うん、で、2がどう来るか分かんないから置いといて、そうだね、まあ、とりあえず×はそこ入るんじゃない。×どこ。その2-2だから2-2だからん、どこだ、ここん、そこじゃなくて、どこどこどこ、ここ、こことここ。ああそうか、2-2の間が開くってことか。ああでも1個できたか。あ、そうするとそうか、そうだね、そうだね。すげえな、これぞ協力プレイですよ皆さん。これ一人用のゲームだけどね。でこの横のやつがもうこれ全部バツだよね。あ、そうだね。よいしょ、これもないでしょ。でこれもないでしょ。何これ、マサラタウン。あ、まあそうだね、マサラタウンだこれ。違うかマサラタウン。違うか。 Y 君の答え、マサラタウン。絶対違うと思うけど。絶対違うか。で上のこの22がこう濡れて、そうだね。でバツバツまた、うん、で、あ、パターン同じじゃん。で22でバツでしょ。ちょっと慣れてきたんじゃない我々。ほい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 、なんだ、もう舐めないでいただけます先生。で4でしょ。ほい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 、違う違う消しちゃった。ほい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 、何これ。で2だから、え、これどっちだ。横でしか考えてないけど、縦で考えたら1、2、3、 2だから、ここか、こうで、でどっちだこれ。あ、で22だからこうか、うん、あ、できた。何これ、卵、デジ玉、デジ玉、卵、当たった、卵当たった。マサラタウンじゃなかったね。そうだね。卵か、ちょっと強引じゃね、これ強引じゃね。でもこれマサラタウンに見えるよね、だってこれ。いや一瞬最初ね、最初そうだよね、見える。マジでそうなのかな。博士の家でしょ。そうでこれグリーンの家でしょ。これレッドニアちっちゃ、レッドニアちっちゃ。下があれ波乗りできる。フレンタウンに向かってるでしょ。あ、慣れてきた。まあ分かってきた、ね、分かってきた、分かってきた。はい、選手答え、さあ、わーい、正解だね、おめでとう。はい、ご褒美、お姉さんのご褒美。あ、分かってきたよ。よし、もう、もういらないよ、ね、もういらないよ、もういらない、任してくれ、ま、いよいよ4問目スタート。ここからは超便利なテクニックを、またか、要チェックだって、要チェックや。さては、さて、まずは盤面全体のチェックから、はい、入れちゃおうと。でもごめんね、今回は大きなヒント数字を見つけて見つけてんの。なんすか。テクニックを、でもごめんねってなんすか。なんすか。なんかしゃくりそう。ちょっとね、ムカつくな。テヘペロって感じだな。テクニックだって。この問題は 10×10 のサイズだから、6以上だと大きいヒント数字ってことになる。まあそうだね。でしょうね。さてさて、6より大きなヒント数字は7、あ、8だった。ここになりました。はい。右のこの列に右から8マス塗ったときと左から8マス塗ったとき、どっちでも塗れマスがあるでしょ。ああ、はいはい、ありますね。あります、あります、うん。そういうマスはどういう塗り方をしても絶対に塗れるってわけなの。じゃあ、塗ってみてね。なんで若干チャラくなった。ギャルっぽくなったね。へえ、すごいね。これを今の小学生とかがやるのか。どういう塗り方をしても絶対に塗れるってわけ。だから全部で10マスあるから、両端の2マス以外全部塗れるってことで。ああ、そういうこと？だから、6マス塗れるんだよな、真ん中の。ああ、そういうことか。うん。そう、そこまで。正解！問題サイズの半分よりも大きなヒントの数字の列にはね、必ず塗れるマスがあるんだよ。そうっすか。
おうそうっす。他にも大きなヒント数字の列があるね。さっきみたいに必ず塗るマスがあるの分かるかな。はあ、あーなるほどね。じゃあ33だ、縦の場合だから。そうだね、うん、そういうことだね。で下は44でしょ。ここまでか、ここか、うん、こうか。そうで、あと一番下の横は44の446だから両端4つ以外全部塗れるってことでしょ。ああそういうこと。うん、そう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 。なんだこれ、なんかヘリポートこれ、なんかめんどくさいな。なんかめんどくせえ、このテクニックめんどくせえな。大きなヒント数字があった。61だって。塗りとバツを上から並べたときと下から並べたとき、どっちでも絶対塗れますがあるでしょう。ん、あーそういうことか。え、そんなことまで考えなきゃいけないの。そこまで考えるよ。まあいずれ使うときが来るんだろうな、この テトラお姉さんの知識っていうのが。そうだね、テトラテクニックを使うときが来るんでしょう。まあ、とりあえずそこ塗っときゃいけない。なんだこれ、インベーダーゲームか。最初はぴったりの列とゼロの列、あとは大きなヒント数字を探す。これは絶対覚えておいてね。あ、まあ、確かにそうだね、これは知ってていい、まあ、損はない、ね、知識かもしれないね、うん、大きなヒント数字がなくても必ず塗れるマスが見つかることもあるんだよ。例えばこの列をチェック、下の図見て絶対塗れるマスがあるのがわかるでしょ。あ、うん、そこまで考えるんだ。ここここ難しいね。真ん中の1個、うん、そこか。でもこれはね、必ず塗れるマスじゃないんだよ。ん、はあ、ここに×がつくかもしれないんだよね。勘違いしやすい とこだから、下の図を見てよく確認してね。お、はあ、なるほどね。そんな、まあ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 、うん、わかったわかったわかった。はあ、次はこの列をチェックだよ。ヒント数字が全部1だよね。なんか疲れてきたね。うん、あのね、これゲームは面白いんだけど、お姉さんの説明に疲れてきた。なんか疲れてきた。疲れてきた。塗りが1マスあったらその上下のマスは塗れないよね。うん、そうだね、そうだね、そうだね、そう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 そ。3? 分かったかな。1、2、3。え、だって3、あ、そういうことか。間違えた。あれ、え、なんでそこ、あ、どっちか分かんないからじゃん、まだ。あ、そういうこと。いやいや、でも右側のあれも分かんないよね。 3? ん、そこなの。そこなの。全然分かんない。ヒント数字が7だけってことは間のマスはもう分かるよね。あ、そこ取れるってことね。そこだね。この列は絶対に塗っちゃいけないマスもあるよね。あ、端、一番上、ああ一番上、そこの一番上と2番目じゃないの。でそこ繋がってないじゃん、縦どこ、ん、バツになってない、バツになってない。あ、そういうことか。うん、そことその下。うん、おう、お、次はこ の、 この列に注目してね。どこ、一番上、この列にはヒント数値が4しかないから、4マスが入らない場所は塗れないよね。あ、一番端っこか、右側か。絶対塗れないマスにはどうするんだっけな。×、一番右だね。はい、正解です。はい、ここまでいろんなコツを紹介してきたけれど、ピクロスさん遊ぶときはね、必ず塗れるマスを。はい、あ、疲れた。長い説明だな。まあとりあえずこれは、まあ、まあ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 こうだね。で6ってこと、あ、どうなんだ。で7、まあいいや、とりあえず7だから。ここは絶対塗れるでしょ。1、2、3、4、5、6。まあいいや、これはよくわかんない。2、4。ここで1、あー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 あああああ、え、でもさ、その7の列のさ一番上、これは×じゃないの。これ、うん、そう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 、そこそこそこで、その下も×じゃない。うん、で1、1、2、1、2、1、あ、なんとも言えねえな。
あ、あとその真ん中の1がこれあれか、うん、1で4、あ、うん、そこだね。でその下の行のさ、3マス全部×だな、ね、そうそうそう全部×で、うん、そうだね。で3号がもう決まってるよね。3号でしょ、そこの 2マス全部いけるいけるいける、1、2、3、4、5、うん、全部いける、全部いける。で下のやつも同じでしょ、で下も同じパターンで3、1、2、3、で同じでしょ、で3、4で3が埋まる、4はこれ、あ、4埋まった埋まった、そのバツのすぐ横、これそこそこで一番右がバツ、縦が2になってるから、あ、そういうこと、そこの縦の、そうすっとじゃあこれ全部バツバツバツ、はいはい、はい、で6がまだ分かんないね、1、6、1、2、3、4、5、あ、1マスじゃん、で、あ、じゃあそうすればその隣も右も埋まって、でこうだな、でその左の列の縦全部、これなんだろうね、何これ、何これ、で、あ、埋まった埋まった、2、4、5、で1、6でしょ、あ、1、6だからその右だね、でバツバツになって、何これ、あ、分かった、上の1、1、2、1、分かった分かった、一番左が1でしょ、で1、1、2、1のここ、ここが、うん、そこが1で、その後バツでしょ、1、1で1、1で、その後がバツの横が、そうそうそう、でバツで1で、その縦の列の一番下がもうバツになって、あ、まあ、そこバツになって、で上の22も、あ、上、一番上の4分かったじゃん、もう真ん中の2つじゃん、そう、そこそこで22、ああそうか、もう決まりか、そことそこか、なんだこれ、コップ、何これ、虫よけ、違うわ、虫よけスプレーなんか見たことないもん、だってなんかあれだね、さっきからいまいち達成感がないよね、 なんていうの、そのさ、やった後のこの、え、そう、ポケモンかなんか、なんかピカチュウかなんかできたらさ、あ、そのうち出てくるんじゃない、まだなんかやったーみたいな、ゲットしたみたいな感はあるけどさ、モンスターボールと傷薬と、虫よけスプレーと、なんだっけ、卵か、うん、卵なんか生まれるのかな、ピクロイド120個目だ、はい、そろそろポケモンが欲しいな。